こんにちは、体幹トレーニングとダンスの講師の馬明子です。今日はストリートダンス、ヒップホップダンス、そしてジャズダンスの基本になっているアイソレーションの中でも首の縦のスライドの動き、そして横のスライドの動きの練習方法についてお話ししていきたいと思います。この首の縦の動きと横のこの動きでよくある間違いが、こういうふうにこう首が傾いてしまったりとか、ね、あとこういうふうに肩が上がってしまったりというのがあります、ね、これ両方とも間違いです、ね、この首のアイソレーション、縦と横の動きというのは、この鼻筋がまっすぐになっていて、そしてこの顎が床と平行になるように動かすというのが、このアイソレーションの首の縦と横の動きになっています。その練習方法を今日やっていきますが、最後にこの首のアイソレーションを使ったダンスをやってみたいと思いますので、ぜひ最後までやってみてください。それではそもそもアイソレーションとは何かということについてお話ししてみたいと思います。アイソレートというのは孤立して、もしくは独立してという、ね、意味があるので、この体の各部分を個別に、動かすっていうのがアイソレーションの動きになってきます。それでは早速練習をしてみましょう。じゃあまず両手このように立てていきます。そしてこの手を頬から10センチぐらいのところに置くようにして、頬骨を手につけるようにこうしてみてください。横の動きはこれでスライドの動きになります。じゃあ今度縦の動きやってみますが、ちょっと横向いていきますね。右の手を鼻の前、反対の手を後頭部のところに置いていきます。そして鼻を手のひらにつけるようにして、今度は手のひらに後頭部をつけるようにして、ね、こういうふうに首をスライドさせていきます。で、一緒に練習してみますが、カウントでね、まず右から1,2,3,4,5,6,7,8で動かしたら、この手を胸のところに持ってきて同じように8回動かすの2セットやってみます。縦の動きもね、同じように練習していますので、一緒にやってみましょう。はい、手を用意していきます。はい、右から 1,2,3,4,5、 はい、手を胸に、はい、1,2,3,4,5、はい、手をつけて、はい、1,2,3,4,5,6、はい、手を胸に、はい、1,2,3,4,5,6、はい、そしたら今度は前後です。手を用意して、はい、前からいきます。6,7,8、はい、1,2,3,4,5,6、はい、手を胸に、はい、1,2,3,4,5,6、手をつけて、はい、1,2,3,4,5,6、手を胸に、はい、1,2,3,4,5,6、できましたか、ね、この手をつけてやるとかなりこうやりやすくなると思うんですけど、だんだんこう手を離してもできるようにして、さらに大きく動かすのには、この胸の中心からね、首をこういうふうに動かそうとすると、すごく動く、たくさんね動かせるようになるので、ぜひやってみてください。最後にこのアイソレーションの動きが入っている BTS のダイナマイトのサビの一番最後のね部分やってみます。首と手だけねやってみますけれども、皆さんの左側からね、鏡になっているので、左側に首を前に出すようにして、そしたら反対に今度右側です。そしたら前に2回行きます。ね、で左に行くときに右の手で頭を押してあげるようにして、今度反対の、ね、左手で押してあげるようにして、ね、前に打つときに2回、ね、この絵をやってみます。じゃあカウントで1回やってみましょう。7,8,1,2,3,4。じゃあ音を出してみます。ゆっくりのテンポです。はい、5,6,7,8,1,2,3,4。あと1回だけやっていきます。はい、5,6,7,8,1,2,3,4。
いかがでしたでしょうか。この動画を見てこのやり方でねできるようになったよという方は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。このチャンネルではこの首のエクササイズ、この他にも首の周辺を整えるエクササイズというのを動画でアップしていますので、その動画の方も見てみてください。このチャンネルではこのようにダンスと体幹トレーニングについての動画をアップしています。最後までご視聴ありがとうございました。